岡添巻7月29日隊は日本のフリーアナウンサー、キャスター、タレント。所属事務所はセントフォース。大阪布団田林市出身。大阪東院中学校、高等学校、早稲田大学文化構想学部卒業。大学1年時に早稲田コレクション2011にモデルとして出場。以降ファッション誌を中心として読者モデルの活動を始める。 2014年から芸能事務所のスプラウトに所属。同年9月より富士テレビ、目覚ましテレビ役場に現役女子大生のキャスターとしてレギュラー出演し、月水曜の天気予報を担当する。また、目覚ましテレビにモアセブンコーナーのリポーターとして不定期で出演。2015年3月に早稲田大学を卒業。同3月末に スプラウトの親会社であるセントホースへ移籍し、翌4月から目覚ましテレビアクアに加えてフジテレビ目覚まし土曜日のお天気キャスターを担当。同年10月からは目覚ましテレビアクアと目覚ましテレビのスポーツキャスターを担当する。2016年3月にコナミプロ野球スピリッツ A で CM 初出演。2016年にはオリコン。 第12回好きなお天気キャスター気象、予報士ランキングで第4位にランクイン、バラエティ番組にも進出して、その天然発言から注目を集める。2017年3月には、フジテレビ系、通会 TV スカットジャパンに出演して、悪女役を演じ、演技にも初挑戦した。2017年3月末で2年間務めた、目覚まし土曜日のキャスターを卒業し、 目覚ましテレビに専念する。2017年10月7日から目覚まし土曜日のスポーツキャスターとして再登板する。2019年よりフィールドをラジオへ広げ、1月3日から文化放送にて自身の冠番組でもある岡添巻のホクホクタイムがスタートする。ありがとうございます。